はい、どうも、ななみほです。イエイイエイ。大阪で15日タックトーナメントが行われるんですけれども、我々ななみほはタックのベルトに挑戦するのが3回目です。皆さん知ってますか？3度目の正直という言葉を知ってますか？脇野さん知ってますか？知らないよ。私はね、17周年を迎えるんですよ、14日で。なので、17周年目第1発目の試合、これはもうベルトをいただかないといけません。そうだ、ナナちゃん頑張ってよ。ナナちゃん知ってるのか？お願いしますよ。いや、ベルトくれるって言ったでしょ、うん、まあ、とにかく大阪の皆さん